言葉にうなずき信じた私を一人置き去りに時は過ぎる。はい、皆さんこんにちは。今回の動画なんですけれども、YOASOBIさんでハルジオンという楽曲を歌い方解説したいと思います。イエーイ。このチャンネルでは歌が上手くなるためのテクニックや実際に楽曲から学ぶ歌い方解説をしております。歌が好きだったり上手くなりたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではどうぞ。過ぎてゆく時の中、あなたを思い出す。物受けに眺める画面に映った二人笑ってた。はい、それでは A メロの解説していきたいと思います。 A メロからメロディーめっちゃ難しいので頑張って歌っていきましょう。過ぎてゆくで E を E ではなくて U で歌ってください。過ぎてゆくブレス時の中、との後ちょっと聞いてください。時の中、ちっちゃい音 A が入ってます。過ぎてゆくブレス時の中、ブレスしてあなたを思い出す。はい、ここなんですけど、あなたを思う、ちっちゃいんが入ってました。あなたを思いで伸ばして出す。この出すであまり伸ばさずにここは切る感じで歌ってください。あなたを思い出すみたいな感じで歌ってください。ブレスして物受けに、はい、ここもね、過ぎてゆくと同じ音程になるんですけど、物受けに、結構ね難しい音程なのでね、頑張って丁寧に歌ってください。物受けにプレス眺める、これなんですけど、めるのるのところがファルセット裏声になっています。眺める画面に映った二人笑ってた。はい、これね全部ファルセットが2つほど入ってるんですけど、このファルセット結構ね音程取りづらい場所にあるなって思いましたので、皆さん頑張ってこの裏声丁寧に音程外さずに頑張ってね歌っていきましょう。眺めるファルセット、画面にうファルセット、ツタフファルセット、たりはここファルセットラテタで全部ね地声に戻すっていうね、ファルセットから地声に戻すのって結構難しいと思うんですけど、頑張ってね歌ってあげてください。地声に戻すコツなんですけど、強く歌っちゃうと声がね裏返っちゃうので、できる限りリラックスして歌ってあげてください。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただ過ぎる日々に飲み込まれたの。それでもただもう一度だけ会いたくて。はい、それでは B メロの解説していきたいと思います。 B メロもめちゃくちゃいいメロディーに歌詞やね、もうねここも泣いてまうわという感じなんですけど、頑張ってねちょっと涙を抑えてこらえて丁寧に歌っていきましょうね。 B メロなんですけど、これ全体的につなげて歌ってください。知りたくないほど知りすぎてくこと、はい、ここのね音程難しいです。知りたくないほど伸ばして、知りすぎてくでちょっと上げて、ことはちょっと下げるって感じですね。知りたくないほど知りすぎてくことみたいな感じですね。でその後いきます。ただ過ぎる日々に飲み込まれたの、はい、ここなんですけど母音がね何個か入ってますので、これしっかり歌っていきましょう。ただ過ぎる日々にちっちゃい E が入ってます。ただ過ぎる日々に飲み込まれたの、こまって言ってもいいですし、ちょっとちっちゃい運を入れてあげてもいいかなと思いました。飲み込まれたので、れたのちっちゃい A が入ってましたので、これしっかり歌ってください。拳しゃくりなどのやり方のですね動画はまた別の動画で作っていますので、もし気になる方はですね概要欄からご覧ください。ただ過ぎる日々に飲み込まれたのでブレスして、それでもただもう一度だけ会いたくて、はい、ここなんですけど、それでも、はい、そうは伸ばして、それでもで、もうの後ちっちゃい O が入ってます。それでもただもう一度だけ会いた、ここなんですけど、あいは伸ばすんですけど、たーたーちっちゃいあが入ってます。YOASOBIさんのね楽曲は結構ね母音がねたくさん入っていますので、やっぱりこのね母音が入ることによってね表現力が豊かになるかなって私自身はね思いますので、しっかりねこの母音の音程しっかりとってあげて、頑張ってね皆さん歌うまになっていきましょう。会いたくてでくてーって適当に歌わずに、ここね結構重要、会いたくてって言ってるから、会いたくて、手はしっかりと音程を取って置いてくる感じでやってみてください。それでもただもう一度だけ会いたー
くてくてっていう感じで歌ってみてくださいね。あなたの言葉にうなずき信じた私を一人置き去りに時は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた。戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人に手を伸ばしてる。はい、それではサビの解説していきたいと思います。サビなんですけれども、リズムと高音のファルセット裏声からの地声に戻すっていうのをね、頑張って歌っていきましょう。あなたの言葉に、はい、ここなんですけど、あーが地声で、なたでファルセット裏声に私はしてます。で、のーで頑張って地声に戻して、言葉に、はい、ここも地声で歌える方は地声で歌ってください。で、もし地声で歌えない方はファルセット裏声で歌ってください。あなたの言葉に、もしくはあなたの言葉にみたいな感じで歌ってください。で、ブレスして、うなずき、はい、ここもですね、ちょっと高いなっていう方は私みたいに裏声ファルセットで歌ってあげてもいいかなと思います。うなつき、もしくはうなまで頑張って地声で歌って、つきでファルセット裏声にしてあげてもいいかなと思います。うなつきみたいな感じですね。で、ブレスして、信じた私を、はい、信じた、このタね、高いので気をつけてくださいね。信じた私を、で、ここなんですけど、わちっちゃいあが入ってます。信じた私を、私をちっちゃいあが入ってますので、しっかりと母音も歌ってください。で、ここもね、高いので、ちょっと高いなって思うところはですね、ファルセット裏声で歌ってくださいね。で、ここのサビのリズム注意しないといけないのが、タタタっていうね、リズムすごい多いんですね。あなたの言葉にバタタタタタ、言葉にうなずきタタタ、すごいタタタっていうのが多いので、しっかりね、このタタタっていう時はしっかりリズムを取って歌ってください。信じた私を、はい、ここもね、タタタっていうのが入ってますよね。しっかりこれね、リズム取ってあげてください。とブレスして、一人を置き去りに時は過ぎる。はい、ここはですね、ちっちゃい母音がたくさん入ってますね。一人、一人、ちっちゃいおが入ってます。一人置き去りに、ちっちゃいイが入ってます。置き去りに時は過ぎる。はい、ここね、タッタータッタータ、ここのね、リズムしっかり取ってください。一人を置き去りに時は過ぎる、過ぎる。はい、ここのね、リズムね、しっかり取らないと音程外してるようにね、聞こえちゃうので、しっかりね、リズム取ってください。で、ここもね、結構高いので、ちょっと高いな、地声では難しいなっていうところはファルセットにしてあげてくださいね。一人を置き去りに時は過ぎるみたいな感じで歌ってみてください。で、ブレスして、見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた。はい、ここなんですけど、見えて、はい、ちっちゃい A がね、入ってます。見えて、はい、ちっちゃい A 入ってるので、ここですね、ちょっとアクセント入れてあげると、このね、ちっちゃい A 歌いやすいかなと思います。見えていたはずの、はい、タタタ、ここのリズムしっかりとってくださいね。見えていたはずのではなくて、見えていたはずの未来も、はい、ここのね、しっかりリズムとってください。で、未来も、はい、ここのね、ラの後にちっちゃいアが入ってますので、ここですね、アクセント入れてあげると歌いやすくなるかなと思います。見えていたはずの未来、未来、未来っていうね、感じで歌ってください。未来も指の隙間をすり抜けた。はい、ここね、結構高いので、高い時は、ちょっと歌えない時は、ファルセット裏声で、悲しくね、悲しく切なく歌ってください。ていたはずの未来も指の隙間を、で、ここ、おーではなくて、ウォーっていう感じで歌ってあげるといいかなと思います。指の隙間を、すり、ここ伸ばしてくださいね。すり抜けた。はい、ここね、けた、ちっちゃい A と A が入ってます。指の隙間をすり抜けた。で、あんまり伸ばさないで、けたって言いかずに、けたみたいな感じでちょっと止める感じで歌ってみてください。はい、ここからラストスパートですので、皆さん頑張っていきましょう。戻れない日々の、はい、ここもね、めっちゃ高いですよね。なので、ちょっとね、高いところは無理せずにファルセット裏声で綺麗に聞かせてください。戻れない日々の、はい、ここね、たたた、たたた出てきました。しっかりたたた歌ってください。戻れない日々のブレスかけらと、はい、カはですね、ちょっと低めなので、頑張ってね、地声で歌ってあげるといいかなと思います。戻れない日々のか
ケラト、ケラト、タタタ。ね、ここしっかり歌ってくださいね。で、ブレスして、あなたの気配を、はい、あなたの、ここのね、ノーも高いので、しっかり丁寧に歌ってください。あなたの気配を、はい、ここもですね、タタタっていうね、リズムになってます。このタタタのリズムすごいたくさんね、出てますけれども、ここね、しっかり意識して歌ってください。戻れない日々のかけらと、あなたの気配を、はいを、っていうね、感じで歌ってくださいね。で、ブレスして、今でも探してしまうよ、また今でも、ここはね、探ではなくて、今でも探してっていうリズムですね。ここね、注意してくださいね。今でも探してしまうよ、たたた、たたた出ました。今でも探してしまうよ、まだ、で、まだ、ちっちゃいあが入ってますので、このちっちゃいあも歌ってください。今でも探してしまうよ、まだ、まだ、っていう感じで歌ってください。で、ブレスして、あの日の二人に手を伸ばしてる。はい、ここね、リズムに気をつけてください。あの日のただ二人、ただっていうね、このリズムにしっかり乗って歌ってあげるとね、気持ちよく歌えますよ。あの日のブレス二人、ブレス二からそのまま最後までをブレスなしで歌ってください。にてをの、のでファルセットラ声にしてました。にてを伸ばしてる。で、最後伸ばします。伸ばしてる。っていう感じで、しっかりね、最後伸ばしてください。あんまり適当に、ね、伸ばしてる。みたいな感じで終わらさずに、伸ばしてる。で、この最後のルーって伸ばしてる時に、こう声触れないようにね、気をつけてくださいね。伸ばしてる。みたいな風にならずに、まっすぐ。伸ばしてる。しっかりまっすぐ伸ばしてあげてください。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか？この動画がいいなと思ってくださった方は、いいね、そしてチャンネル登録、そして Twitter のフォローお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。過ぎてゆく時の中、あなたを思い出す。物受けに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただ過ぎる日々に飲み込まれたの。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私を、一人を置き去りに時は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた。戻れない日々のかけらと、あなたの気配を、今でも探してしまうよ、まだ。あの日の二人に手を伸ばしてる。